すごくやりたくなくてやらなきゃいけないことをやってる最中で、でそれを一回止めたらまたやろうという気になるのにものすごい時間がかかるような時にそれを止められるとめちゃくちゃ切れる。なるほど。まあ、簡単な例でいくと眠い時に寝てる時に起こされるとめちゃくちゃ切れる。っていう感じで僕のその金銭ってあるのよ。あったあった。怒られたもん俺。はい。君の寝起きで。はい。ただお前遅刻してたのさ、あの時。真顔で怒られたけど。はいはいはい。ね、新宿ロフトプラスワンのイベントですよ。そうですね。君が自然予定になってます。自然時間になりました。電話出ない。はい。で僕一日してたから、そうそう、わーって家に来て、でもうイベントが始まるからそのまんまとりあえずすぐ起こして、すぐに連れて、すぐにもうイベントにドーンって出れるように、はい、どう思うから入れるように、はい、もう俺はもう陽気な感じで、よっ、あ、ご機嫌ですか、あっとみたいな感じで言ったらさ、むくっとお客がさ、悪いんだけど帰ってくないっていうさ、はい、わかりました、すごい、さよなら、すごすごいよね、これまずいなっつって、これまずいわっつって、あいつ怒らせたら一番まずいっつって。僕なんかね、そのね、眠い時とかダメなんですよ。